ごはんチャンネルのゆかりです。このチャンネルでは時間をかけずに美味しい料理を作りたいという方のための楽うまレシピをご紹介しています。ちょっと材料が多いんですけど、これらの調味料を掛け合わせて作ることでいつものもやしナムルが劇的に美味しくなります。ダイエット中のおつまみやご飯のお供にぴったりなレシピです。材料はこちらです。それでは作っていきます。そのまま使えるタイプのもやしを選びました。洗わなくてすぐ使えて便利ですね。はい、そのままボウルに入れます。加熱するその前に、はい、お酒です。もやしの美味しさはしっかり味わいつつも、あの独特な匂いはちょっと抑えて味わいを良くします。お酒をかけたらふんわりとラップをしてレンジ加熱します。はい、レンジ加熱しました。この時傾けると結構水分出るんですよね。調味料あえるとぼやっとした残念なもやしナムルができてしまいますので、しっかりと水気を切ります。こちらに調味料をあえていきます。別のボウルで混ぜてもいいんですけど、洗い物減らしたいなっていう時はちょっともやしに端に寄ってもらって空いたスペースで調味料を混ぜていきます。味噌です。少量味噌を入れると深みのある味わいになって、すぐに美味しくなるんです。捨て味的な感じで本当は登場させたい存在なんですけど、固形の調味料って先に入れてあげないと溶きにくいですので、もう最初からボスが登場しております。おろしニンニク、お砂糖です。砂糖を少し入れると入れないとではもう味わいが全然違うんですよ。味わいが複雑になって美味しくなります。少量なので糖質オフを気にしている方でもそんなに気にしなくても大丈夫です。醤油です。醤油を少しずつ加えて味噌を滑らかになるまで溶いていきます。で、醤油を少し入れることによってこの熟成の旨味や風味が加わって美味しくなります。で、味噌を溶きましたらここにごま油を入れます。香ばしい香りを加えます。鶏ガラスープの素です。抜群に美味しいナムルを作るならぜひ入れていただきたいのが鶏ガラスープの素です。この鶏ガラの旨味が醤油やお味噌の旨味と掛け合わされることによって味わいがもう深い味わいになるんです。白ごまです。指先で、あ、全部じゃなくていいのでこうやって潰しながら入れるとごまの香りがふわっと広がってで香りよく仕上がります。潰してると指が疲れてくるので、そしたらもういいです。ここにお酢で酸味を加えると味わいにメリハリが出て劇的に美味しくなります。調味料混ぜてからもやしに和えた方が全体にムラなく和えやすいです。あとは味見をして塩コショウで味を整えて完成です。いただきます。はい、美味しいです。な、でも生、生、あれ生じゃない。もやしに火は通してる。仕上げにある調味料を入れております。鶏ガラ、お、ピンポーン、やったー。隠し味じゃないんですけど味噌、お、ピンポーン。なんか上に振りかけて白ごまですか。はい、混ぜ込んでます。混ぜ込んでごめんなさい。美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。